こんにちは、コスケです。今回は前回の続き、富良野のオムカレーを食べた後からの動画となります。この後ライトアップされた青い池を見に行くんですが、まだ暗くなるまで時間があったので、少し富良野駅の周辺を散歩してみたいと思います。せっかく富良野にいるので富良野駅行ってきましょうか。よく考えたら僕富良野駅行ったことない気がするので、ちょっとここに車を止めて、車のナンバーが雪で隠れちゃってますが、ちょっとここに車を止めて富良野駅まで行ってこようと思います。ちなみに駅はすぐそこですね。あの正面に見えるのが駅となっております。100メートルぐらいかな。ちょっと満腹すぎるので少し散歩をしましょう。あ、クマゲラがあるね。前へ来たクマゲラがあります。ローストビーフ丼でしたっけ。すごい美味しかったんですよね。で、トヨタレンタカーがあって、その奥が富良野駅ですね。雪がちらちら降ってますが、このぐらいであれば問題ないですね。このぐらいの雪は慣れっこです。あ、すごい富良野駅なんかかっこいいな。ほら見てください、ホームの上を通っている歩く通路がなんかおしゃれでかっこいい。あ、これ富良野駅じゃないんだね。なんだろうこれ。あ、歩行者専用道路なんだ。なので改札を抜けた先にさっきのおしゃれな橋があるんじゃなくて、ここは歩行者専用道路なんですね。線路を渡る人のための通路みたいです。で、駅はその隣ですよね。こっちが駅となっております。駅はそんなにこう新しい感じはありませんが、あ、来たことあるかな。来たことあるかもしれないね。なんか駅前にありました、へそ神社。なんだろう、へそ神社って。まさかの、まさかのおみくじ自販機が、おみくじ自販機がありますね。あ、ちゃんとした神社なんですね。観光目的の神社もどきかと思ったら。よし、じゃあもう美瑛に移動しましょうか。1時間ぐらいかかると思うので、この雪だと時間がかかるので美瑛に移動したいと思います。それではまずは青池のすぐ近くの道の駅、白金ビル家ですかね。白金ビル家まで移動します。ここから32キロ。目的地の到着予想時刻頃の天気は雪。5時過ぎには到着できるかなと思います。5時半までは多分ならないと思うんですが、向かいましょう。視界が悪くなるぐらい降るとちょっと外での活動は厳しくなりますが、今ぐらいパラパラ降ってるんであれば問題ないかなという気がいたします。なんか雪の影響なのか、運転支援システムがほぼ全滅してますね。なんかいろんな警告灯がついてます。運転支援システムの一部が使用できません。レーダーが汚れています。でもそんな雪降ってないんですけどね。確かレーダー下の方に入ってるんで雪の影響を受けやすいんでしたっけね。そろそろ青い池に到着するはずなんですが、どこだったかな。夜来るの初めてなんで分かりにくいですね。ここかな。あ、違うね。この辺でしょうか。この辺だと思うんで、あったあった、これだ。青い池入り口。あ、そうだ、有料になったんだったね、駐車場。
よし、それじゃあ行きましょうか。それでは初めての青い池ライトアップ見に行きましょう。今日はかなりあったかい格好をしてきているので、外気温氷点下ですがそんなに寒くないです。おお、すごい。これは真っ暗になった。すごい綺麗ですね。イルミネーションはただ光ってるだけじゃなくて、まあ、こうやって暗くなったり青い光になったり、いろいろ変わるみたいですね。すごい、これめちゃくちゃ綺麗です。木に雪が積もっていて、今ちょうど綺麗な時期じゃないでしょうかね。雪もちらちら降ってきて、クリスマス感がありますね。もう30分以上楽しんだので、そろそろ戻りましょうか。いやー、青池のライトアップ綺麗でしたね。それでは続いて白ひげの滝に行ってみようと思います。よし、それでは白ひげの滝に行きましょうか。確かここあれだね、500円だったはずだな。はい、駐車料金500円になりました。500円のお返しと領収になりますね。はい、どうもありがとうございます。お、滑るね。これは滑るぞ。路面が凍結してますね。よし、それじゃあ白ひげの滝行きましょう。あ、もう6時半だね。結構長いこといましたよ。結構長いこといたと思う。ちなみに白ひげの滝まで
3キロなのですぐ到着すると思います。何もなさそうですが、あと1キロで目的地に到着するみたいです。ちなみに外気温がマイナス4度まで下がっているので、それで路面凍ってるんでしょうね。いやー、これはなかなか冬本番と全く同じような路面となっております。白髭の滝、この先すぐもうちょっと上かな。さて、それでは白髭の滝を見に行きましょうか。白金温泉は白金ですよね。で、白髭の滝は同じ白でも白って読むのかな。さっきちょっとネットで調べたら、滝の方は白髭で、ここの温泉は白金温泉となってましたね。前もこの滝は見たことがありますが、ライトアップされている白髭の滝というのは初めてです。すごい温泉だから、なんか湯気みたいのが立ち込めてますね。よいしょ、白髭の滝ですね。雪が積もってて見えない。十勝岳連峰は数百万年間にわたる火山群の活動の結果形作られました。この火山活動によって作られた大地には独特の湧き水や動植物が見られ、私たちはその恩恵を受けながら時に災害と向き合い、美瑛上富良野の地に生きていますと。白髭の滝の説明ではなかったですね。まあ、この白髭の滝は火山活動の結果作られた大地に湧き出す水ということなんだと思います。お、滝の音が聞こえますね。これは綺麗じゃないでしょうか。ライトアップされてます。温泉だから湯気が出てるのかと思ったら、そうじゃないっぽいですね。滝の水しぶきかな。寒い。この辺りはより一層寒くなってますね。夏に滝の近くに来るとかなり涼しくなると思いますが、マイナス4度の中滝の近くに来ると体感マイナス10度ぐらいに感じます。すごい寒い。真冬になるとこれも凍ってしまうので、流れている滝が見られるのは今だけかもしれないですね。あれ、温泉混じってるのかな。なんかほら、温泉によくありがちな白い硫黄か何かの塊がついてますね。まあ、ただ非常に寒いです。それでは車に戻りましょうか。まだ雪が降り始めなので、ベタベタ雪かと思ったら寒いから、今日サラッサラの雪ですね。まだ11月の10日なのにパウダースノーです。ちなみに今日ケベックロング履いてるんですが、これすごいあったかい。まあ、ケベックネオほどじゃないかもしれないですが、マイナス4度ぐらいで履くんならこれでも全然十分ですね。今白髭の滝から道の駅に向かってるんですが、道路がツルツルだね。まあ、ツルツルってほどではないんですが、ブレーキかけても、まあ、常に ABS が作動するというような状態です。まあ、外気温マイナス4度なので、
やっぱり積もった雪とかちょっと溶けた水なんかが凍っちゃったんでしょうね。いや、どうしようかな。乾燥してる路面なら問題ないんですが、今夜の7時ですよね。とりあえず道の駅行ってトイレ行って、この後どうするか考えたいと思います。とりあえずこの白金ビルケの道の駅に来ましたが、あ、誰もいないね。いや、あの夏だったら車中泊の車いっぱいいるんですけど、いや、誰もいないのも怖いよね。どうしよう。とりあえず車を止めて検討しましょうか。いやー、どうしましょうかね。今7時、午後7時なんですが、路面がツルツルなんですよ。で、今日通ってきたあの山道をこの時間から通って4時間ぐらいかけて帰るとすると、家着いたら11時ですよね。眠気とブラックアイスバーンと戦いながら帰らなきゃいけないので、さすがにちょっと怖いかなと。とりあえずこの白金ビルケで車中泊するか、美瑛の道の駅まで行って、あっちは街中なので美瑛の道の駅で車中泊して、明日明るくなってから、ちょっと氷が溶けてから帰りましょうか。こんなに雪が降ってるとは思わなかったものの、まあ、一応車中泊の準備してきてよかったです。見てください、この道の駅白金ビルケ、誰もいない。僕の車だけとなっております。あの、クマが出たらね、怖いですよね。この時期冬眠してないクマはおそらくかなり凶暴だと思うので、山の中ということもあって、やっぱりもうちょっと街の方に行ってから寝ましょうか。ちょっともう眠たくなってきたね。それでは美瑛の道の駅に行きましょう。ちょっとここで車中泊は、クマが出そうで怖いです。というわけで、白ひげの滝と青い池見てきましたが、今日は車中泊で一晩寝て、明日明るくなってから帰ろうと思います。で、明るくなってからといっても朝6時とかに帰るとまだ寒くてツルツルなので、ある程度太陽が昇ってその熱で溶けてくるのと、それと融雪剤をまく車が多分朝の9時ぐらいから山道をこう回って氷を溶かしてくれると思うので、その後ですね、なので昼前ぐらいに帰りましょう。それまで車中泊して、明るくなったらちょっとこの美瑛富良野あたりを観光して、そして明日は美味しいものを食べて帰るというのが、まあ、一番安全で楽しい旅になるんじゃないかなと思います。ちょっと今から無理して帰るっていうのはリスクが高いのでやめておこうと思います。ただいま寝る準備が整いました。一応明日の天気予報を見ると曇りなので、朝日とかは楽しめないと思いますが、さらっと雪も降っているので、まあ、雪景色的なものは明るい中でも見ることができるんじゃないかなという気がいたします。とりあえず今日雪道の運転で疲れたので、もう寝ようかなと思います。明日朝起きてから明日のことは考えましょう。それではおやすみなさい。